シルビー・テステューは、フランスの女優、作家、映画監督。主に映画や舞台で活動しており、セザール賞など数多くの映画賞を受けている。リヨンで出生。14歳の時、クロード・ミレール監督の生意気シャルロットに主演したシャルロット・ゲンズブールを見て、女優の道を志し、演技の勉強を始めた。1989年にパリに出て歴史を学び、フローラン演劇学校にて学び、ついで3年間、フランス国立高等演劇学校にて、ジャック・ラサル及びカトリーヌ・ヒーゲルの下で演劇を学んだ。1991年にギャスパー・ノエ監督のカルネで小さな役を得て映画デビュー。その後、フィリップ・アレル監督、リストワール・ジュガーソン・クイベライ・チャオン・エル・アンブロス、ディディエ・オードパン監督、レ・プラスベル・アーゲなどの作品に出演し、地歩を固めていった。1997年、ドイツ映画のビヨンド・サイレンスに主演。ろう者の両親を持つ少女を演じるためにドイツ語とクラリネット、手話を習得して、撮影に臨み、ドイツ映画賞の最優秀女優賞を受賞した。2000年に、マルセル・プルーストの小説、失われた時を求めての一編を映画化した、囚われの女で、セザール賞及び、ヨーロッパ映画賞の最優秀女優賞にノミネートされた。この時は賞を逃したが、翌2001年、主役を務めたレ・ブレスユア・アサソンズで、セザール賞新人女優賞を受賞。2003年、それまでの女優生活を綴った、自伝、イル・エヌ・ワイエ・パ・ボクー・ディー。エトワール・セソワールを発表。翌2004年には、アメリー・ノートンの自伝的小説の映画化、恐れおののいてで、不可解な日本の企業社会の中で生きる、ベルギー人の主人公を演じ、セザール賞最優秀女優賞など数々の賞を獲得。2007年のフランス大統領選挙では、社会党から出馬した、セゴレーヌ・ロワイヤルの選挙運動に協力した。2012年に、マリー、もう一つの人生を監督した。この作品では、脚本も担当している。2005年2月に息子が、2011年1月には娘が誕生した。共に、父親が誰であるかは公表されていない。ありがとうございます。